はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。先日マリオカートをやっていて、ゲッソーに視界を奪われました。最後の最後で抜かされてしまい、悔しい思いをしたブッチャーです。ゲッソーの回避方法をネットで調べていたら、気づいたらイカスミ買っちゃいました。ということで今日はイカスミをご紹介します。それでは早速やっていきましょう。イカスミとは皆さんご存知、イカの墨袋に含まれる黒褐色で粘性が高い液体です。これは外敵から身を守るために、身に危険が及んだ時にイカが吐き出すものです。タコにも同じく防御機能として墨袋がありますが、吐き出し方が少し異なります。タコの墨は水分が多く、一気に広がって煙幕的な役割で外敵の目をくらませるのが目的です。対してイカは粘性が高いので、一塊にまとまってから徐々に広がるため、いわゆる分身の術で、その墨の塊を身代わりに自分は逃げるそうです。ちなみにタコは一部の外国では宗教上の理由から、鱗のない魚介類は汚らしいものとされています。デビルフィッシュと呼ばれ、世界でもまだまだマイナーな食材です。それなので古くからタコを食べる文化が根付いているため、消費量はもちろん日本が世界一です。また同じ軟体動物のイカはヨーロッパを中心におなじみの食材ではありますが、こちらも日本が消費量世界一だそうです。こちらが今回用意したスペイン産のイカ墨です。これはモンゴウイカの墨に水、塩、増粘剤が入っています。日本ではイカ墨パスタなどに使われるイカ墨はスルメイカなどが多いのですが、イタリアやスペインなどのパスタやパエリアなどにはこのモンゴウイカが多く使われています。タコにも墨袋がありますが、イカに比べて非常に小さく、10分の1程度の墨の量しか入っていません。またほとんどのタコは水揚げされる時に墨を吐いてしまい、墨が残っていないため、なかなかタコの墨を採取するのは難しいそうです。イカ墨はイカの匂いというかイカ臭いです。色は真っ黒で、ベノムのシンビオートみたいな色をしています。この色は髪の毛の成分と一緒のメラニンだそうです。また増粘剤が含まれているので、かなり粘度も高いです。せっかくなのでイカ墨が練り込まれた麺、スパゲッティコンネレーロディセピエも用意しました。結構太いですね。鉛筆で言うと 6B くらいの太さですかね。マークシートでは便利そうです。ってことで、これを使ってイカスミパスタ作っていきます。イカスミパスタはイタリアのベネチアの代表的な料理です。まずは具材となるモンゴイカです。胴体部分とゲソを手で切り離します。内臓をカットしたらゲソを小さくカットします。骨を引き抜いて胴体も一口サイズにカットします。フライパンにオリーブオイルを入れてイカを炒め、ニンニクを加え香りが出るまで炒めます。唐辛子を加えてトマトペーストも加えます。ある程度炒めたらここにイカスミを投入します。茹で汁を少し加え、茹でた麺を入れて塩で味を整え、最後に軽くオリーブオイルを入れてさっと混ぜ合わせます。お皿に盛り付けてパセリを添えれば完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はジョーカー IPA を飲んでみます。このジョーカーはホアキンフェニックスのジョーカーではなく、どちらかというとトランプのジョーカー寄りをしています。スコットランドのメーカーで、色は綺麗なイエローゴールドで泡立ちもいいです。香りは柑橘系のフルーティーさを感じます。口当たりは滑らかで、苦味も軽めで、思ったより優しい印象です。ジョーカーというネーミングや見た目など結構苦いと思いましたが、尖った感じはあまりないです。4種類のホップが入っているそうで、複雑な味ですがバランスが取れていて美味しいです。それではまずはイカスミだけ食べてみます。イカっぽい香りでちょっとしょっぱいです。それではイカスミパスタ食べてみます。確か初めてイカスミパスタを食べたのはブッチャーが高校生の時のサイゼリアです。イカの風味とちょうどいい塩味があって、とても美味しいです。さらに唐辛子のピリッと感もアクセントとして効いています。イカスミ自体にもアミノ酸が入っているので旨味もあります。ベースはオイル系のパスタで、ニンニク、オリーブオイルとの相性もいいです。結構食べ方を気をつけないと口の周りが真っ黒になるので、少しずつ口に運ぶのが良さそうです。正直イカスミパスタって日頃どのタイミングで食べればいいか分かりませんよね。イカスミパスタとカレーうどんは白い服で食べるのは要注意です。こうやって家で食べれば気にせず食べられるのでおすすめです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。イカスミいかがでしたか？
月相の対処方法分かる方、ぜひコメント待ちしてます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。